丹総秋信は、日本の法学者、経済法学者、弁護士だった人物。法学博士。北海道大学や千葉大学の教授を歴任した。丹宗明信とも表記される。佐賀県出身。1952年東京大学法学部卒業。1957年度大学院、特別研究生修了。1958年九州大学法学部助教授。 1960年、フルブライト奨学金で、コロンビア大学ロースクール等に留学。1962年2月九州大学にて、経済法学の体系化のための基礎理論の考察で、法学博士塾。1967年北海道大学法学部、教授。1979年立命館大学法学部、教授。弁護士登録。 1984年度法学部長、学校法人立命館理事。1985年立命館、大学国際関係学部解説委員会委員長。1986年10月千葉、大学法系学部教授。1991年千葉大学を定年退官し、大東文化大学法学部教授。弁護士登録。 1993年度大学院法学研究会委員長2003年大東文化大学退職短州独占禁止知的財産法律事務所を改良し同所長2005年大宮法科大学院大学客員教授研究領域はアメリカのハントラスト法を研究後年はガット法や WTO 法を研究ありがとうございます